5メートルとか、2メートルとか接近すると、それがもう反映されるんですね。ここぐらい、人全然入る距離ですけど、そうですね、ここに、ね、ここにセンサーあります。だから1メートルですか。ここにここと、ここにカメラがあって、これ、はい、あとここでも見てます。あ、なるほど。だから結局4箇所、それで一応全部ね、サポートしてくれます。あとバック入れて駐車場に来て誘導する人がいます。後ろにいて、オーラーオーラーって言うとブレーキがちょっと進まない。逆に、おじさんすいません、ちょっとどいてくれませんかって、おじさんいるとブレーキがもうかかっちゃって後ろ下がれないんですって言って、笑ってて、山の車はすげえなーって言って、おじさん笑ってました。地域応援いいとこ取り。山内です。お前社長です。です。はい。もう一人がちょっとね、なかなか最近、はい、畑のあれで忙しくて、忙しくてね。これ時期的に。はい。で、はい、今日は何のお車でしょうか。はい。はい、今日はですね、はい、人気のですね、ヤリスクロスです。おのハイブリッド。あ、ハイブリッド。はい、こちらをですね、うちでレンタカーを2台を押しまして、今日ちょっとね、車を見ていただきながら、また試乗したいと思います。出た当初なんかすごい、街の中でも人気ばっかりなんか走ってた記憶はあって、なんであの新しい車はっていう、なんかやっぱりちょっと違う、今までと違う車が出たなっていうイメージがありました。今ね、トヨタもあの生産の問題があって、これも今、ヤリスクロスも今ちょっと止まってるんですよね。はい、なので今オーダーはストップしてる状態ですけど、また再開はすると思うんですけど、まだちょっと未定のところで、はい、ただ人気のある車です、うん、はい、おまちゅーぶ SUV になるんですよね、コンパクト SUV って感じでしょうね、はい、はい、ずらん、はい、じゃあワナンバーなんですね、ワナン、はい、これもおまちゅーぶでは紹介はとりあえずしてます、あ、なるほど、してます。特徴はですね、そうですね、やはりコンパクトなのでハンドル回しとかね、うん、運転がすごく楽です、はい、あと駐車場にね入れるのも女性の方なんかもね、簡単に入れられるので、そういったところではすごく運転もしやすいですね。あとやっぱりハイブリッドですと燃費が非常にいいですね。あ、広い、まあ、これ中もしたら、あります。一応スペアタイヤをオプションでつけてますので、オプションつけないと高級セットになります。で、肩もね、縦に倒していただいて、うん、まあ、片方の席だけ乗るんだったら持って、こうね、大丈夫。こう、じゃあ戻します。あ、これか。戻します。Z クラードは結構上級グレードなんですけど、タイヤサイズが大きくて、通常 の、 ノーマルのグレードは16インチなんですけど、これは18インチ入ってるんで、おまチューブ、だからちょっとね、シンプル、シンプルですね、シンプルですね、合皮とモケットのコンビですね、これね、はい、ちょっと私が持っても足を伸ばすとか、まあ、アルファードみたいなこうやってね、オットマン、そういうのはないので、またたくは乗っても普通に快適にはできます。ハンドルのね、ノブ関係とかこうメッキがなかったりとか、デザインが施されてないので、ちょっとシンプルであっさりしてるんですけど、まあ、これはこれで良しとして、逆にこういうコテコテしてない、そういうのが好きだっていう人もいますから、はい、ただシートとかは電動パワーシートですからね。あ、なるほど、はい、乗ってはすごくいい車なので、ぜひちょっとね、試乗して感想ね、はい、免許証持ってこないと。免許証ない、免許証車です。おまチューブ、はい、OK でございます。はい、おお、来ますよ、じゃあ、はい、OK、 思ったよりなんか車が大きく感じました、乗ったら。あ、乗り出しはとてもいいです。いいとこ取り。排気量が1500とかで、なるべく駐車場とか気を使わなくて、運転しやすくて燃費がいいとなると、カテゴリー的に、まあ、このヤリスクロスは一番に選ばれる車ですね。プリウスだとちょっとなんか大きいから、ちょっとそれより下のクラスだと、このヤリスがちょうどなんかこう街の中ではいいのかなみたいな、そんな感じでした。乗って、長さは全長は短いんですよ。幅は3ナンバーなので、大きく感じですね。
なるほど。実際幅が広いです。なんかあれですよ、すっぽりこうね、運転席に自分がハマってる感じします。ポンって置かれた感じ。多分そのインパネが、うん、前に中心コンビニ盛り上がって下がってここですよね、これね。あえて多分それは囲まれ感みたいな形で包んでるような形でこう作ってるんです。だからそれが多分こう余計にこう大きく幅広く感じる。運転してても安定性あるんじゃないですか。で安定性がある。で感っていうのそうなんです。安定感は感じます。とってもちょっとアウトドアですね、うん、買い物に気軽に行きたい、楽しみたいっていう人がおすすめかなと思います。うん、なるほどですね。おまちゅーぶ。もう全然私でももう、はい、こちらも運転しやすくて街の中はもうおすすめですね。はい、なんか今度は高速でっていうと、そうなんかの車のね、自動運転になってるな。はい、もう変わってるだけでもうちゃんと全部操作してくれて、はい、ブレーキもして、全然 OK。 次はね、はい、あの農家のなっちゃんもね、そうね、農家のなっちゃん今度なっちゃんに運転してもらえそうだ、ね、ちょっとビビりながら運転もいいかもしれない、はいはい、ビビり運転もいいですね、はいはい、そうですね、はい、あの初めに言いましたけど、ちょっと今生産が止まってるので、うん、新車ちょっとオーダーができないんですけど、中古車とか未使用車みたいのがね、オークションで出てるので頼んでいただければね、探すこともできます。あとこの車はレンタカーもしてますので、レンタカーで使うことです。先ほど言ったあとリースですね。そうですね、この車にも限らず全部新車も中古車のリースやってまして、はい、これも大きな頑張りですよね。、はい、これから割引の時代、全国ナンバーワンにつけなる当店になってますので、まあ、どんどん今リースの方がどんどん増えてますので、右肩上がりでね、リース あのユーザーさんは伸びてます。その分今までクレジットだった方がこう少なくなってきて、その分リースが伸びているような感じですね。なのでやはりまあこれからはまあさっき言ったリースの時代になってきますので、メンテナンス全部込み込みで毎月定額で乗れるっていうのが一番の魅力ですね。あとそこに任意保険も入れることができますので、はい、あとはガソリン入れるだけっていう形になります。なので本当に楽々で乗れますので、ご予算に応じて乗れる車をチョイスしていただいて乗っていただくという形がこれからの主流になってくるかなと思います。はい、まあ、それこそだからもうお任せ、はい、お任せ、はい、お任せ、全てお任せ。詳しくはあそこの看板にもありますけども、そうですね、ヤリスの、はい、あのなんすか状況もおまちゅーぶの方で載ってるということで、はい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 、じゃあ今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。今日はヤリスでした。次回は自動運転かな、はい、ありがとうございます。トータルでざっくりです、ざっくり営業歴33年ですか。7000台弱です。カーベルっていうフランチャイズ、まあ、ああいうと絶対だね。あとはいろんなやっぱりも組織があるので、オリコリースだとうちは栃木県で9年連続リース販売をしています。狙いの今期やれば10年目、ちょっと大台になります。おまちゅーぶ。